はい。今回も、ひとし松本の滑らない話、やっていきましょうか。来ました。恒例の日曜日。日曜日といったら、ワイドナショーっていうのでですね、様々なテレビ番組の中で、トップレベルに松本ひとし側を必死に擁護しているんじゃないかと、指摘されているワイドナショーです。テレビといったらですね、やっぱり、お互いの意見を平等に取り扱わないといけないと思うんですけども、ワイドナショーに関してはですね、どうも偏っているように見えるんですよね。 で今週もですねもう明らかにこれ偏ってるだろうというような内容でしたので、まあ、ちょっと取り上げたいと思うんですけども、まあ、もちろんですね今週も必死に擁護をしているわけなんですけどももうこの話題、仕方なく取り上げてるんじゃないかですとかもうこの話題をですね終わらせにかかってるんじゃないかっていうですね <laughs> もうそのように思われるような内容でしたのでお話ししていきたいと思います。 え今回のワイドナショーで取り上げた件ですね。もちろんですね、こちらの松本人志、文春法第5弾についてですえ。マッサージ店でセラピストに対して松本の某箇所をですね、触らせたりですとか、口に押し付けたりされたというですね、そんな女性が証言しているというですね、報道がされた件ですと。 でまだこちらの動画をご覧になってない方ですねまずこちらの動画を合わせてご覧いただければと思いますでこの第5弾ですね女性の証言が本当であれば第1弾並みにかなり問題のある行為なわけですし場合によってはですね逮捕までされかねないような事件です。 だからですね、普通、これまで以上に、時間枠を取ってですね、事件について解説したりですとか、弁護士の見解を紹介したりですとか、取り上げる必要があると思うんですけど、えー、まさかのですね、これ、印象操作をして、えー、もうささっとですね、たった3分で終わらせるっていうですね <laughs>、いや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 、これ、刑事事件になりかねない問題だぞーっていうふうに思いますけども、もう3分で終わらすっていうですね、かなり簡易的な取り上げられ方でした。で、どんな内容だったかと言いますと、えー、こちら、まずですね、 前回も登場した芸能リポーターの駒井さんが第5弾の内容について解説をします。マッサージ店で性行為を強要しようとした。警察には相談したけど、時効ということで、警察から被害届は受理できないと言われた。はいこれで終わりーって。<laughs> いやいやいや、だいぶ印象操作、だいぶ短いな、だいぶ省いてるぞーっていう風に思いますけども、えこれ、文春の記事を読んでいたらですね、こうはならないと思うんですよ。文春に書かれていた内容をですね、ちょっと紹介しますと、 松本人志はですね、3回マッサージ店に来ています。1回目は普通に告発者の女性が担当したんですけども、マッサージを受けて、え、加湿器を褒めていましたと。ふふふ。ま、加湿器を褒めるところまでいるかどうかあれですけど、この加湿器ええー、なーっていうですね、えー、そのように言ったと。2回目はですね、新人さんが担当したんですけども、まあ、ここでですね、性行為を強要されます。でもですね、実際には強要されただけで、行為自体はなかったんですよね。 で、3回目3回目に来た時に、告発者の女性が再度マッサージを担当するんですけども、もうここではですね、強要され、で、実際にですね、棒ですね、棒箇所をです、ね、触らされたりですとか、顔に突きつけられたりしてるわけですよね。これ、強要だけで済ませていい問題じゃないような気がするんですけども、きちんとそういう内容もですね、紹介した方がいいんじゃないかなという,ふうに思うんですけどね、まあそういう内容をです、ね、い一切省いて、もうあたかもですね、この2回目2回目ですね、この… 実際に性行為を強要されたけど何もなかったみたいなですね2回目で終わってるようなですねそんな話っぷりをするわけですよねいやさすがにですねちょっと紹介省きすぎですし隠しすぎだろうっていうふうに思いますけどねこれですね実際に「週刊文春」でどんなことが書かれていたかちょっと紹介しますと愛子さんが安堵し膝をついてお疲れ様でしたと言葉を発した直後松本が左手で彼女の右手をぐいとつかみ陰部に当てながら言う。 ええやん、いつになったら舐めてくれるのさらに松本は紙パンツを下にずらし、愛子さんの手を自らの陰形に持っていき、上下運動を強いる。私は恐怖で震え、局部から背を背けていましたが、さらに私の後頭部を掴んで、ぐっと局部に押し付けてきたのです。私は抵抗し、性的なサービスはないことを必死に説明しました。自然と涙が出てきましたが、彼は私の涙を見ても力を緩めなかった。 その時、松本が愛子さんに発した言葉は、長年彼女の心をうがち続けている。で、松本がこのように言いますと、本当かな昨日はそれで帰ったけど、もう一度試したくなった。えー、この言葉で愛子さんはパニックに陥る。松本さんは泣いて嫌がっている私の目をずっと無言で覗き込んできました。私はとっさに昨日のリベンジに来たんだなと思ってしまった。 やがて私の口に陰部を押し付けてきて、わずか10分間の出来事でしたが、地獄のような時間でした。私が涙を拭いていると、彼は無言でさっさと着替え、私の方は見向きもしなかったっていうですね、このように書かれているんですけども、これのどこが性行為の教養がありましたって済む話なんですかこれ 言葉足り、説明足りなさすぎでしょうっていう風に思うわけですよね。もう省略しすぎでしょと。この人の話ですと、この小前さんの話ですと、もう行為は求めたけど、やっていないような言いっぷりじゃないですか。 事実は分かりませんけども告発者の証言、文春の報道はですね、まあ、やってるっていうような報道でしょであればですねそのような話っていうのもきちんと説明しないといけないわけじゃないですかさらにですねこの女性は精神的な病気にもなって医師にも認められていますもうこういう話も一切なかったですし印象操作しすぎだろうとうう思いましたけどね。 でそれからですね時効の話もありまして、まあ、今回、ですね時効なので被害届は受理をされなかったっていうですね、まあ、そういう話をされたんですけども、まあ、ただ、確かにですねこれ正しいんですけども受理をされなかったので性被害の相談ということで警察に受理はされています被害相談ということで受理をされていますこれにより相談受理番号も発行されて今後、ですね類似の被害が報告された場合にはですね迅速な対応が可能になっています。 まあ同じような告発者が出た時にも役に立つでしょうその辺りはですね全然紹介しないんですよね。 松本にとって都合のいいところばっかり切り取ってですね、紹介する。記事の重要な部分はですね、一切紹介しない。これ印象操作だろうというふうに思いますけどね。もう時間も3分と短いですし、いやーもう大した話じゃないからもう終わり終わりみたいなですね、こういう話扱っちゃいけないから終わり終わりみたいなですね、そんな態度が見て取れるわけですよね。いやーさすがのワイドナショーですっていうところですね。はーい。 で、今回のですね、ワイドナショーのやり方がもう異常だと分かるのがですね、ミヤネ屋の取り上げ方です。で、ミヤネ屋でもですね、松本とし文春法第5弾が取り上げられたんですけども、このようなですね、フリップまで作って解説しているわけですよ。え、1回目はこういうことがありました。2回目はこういうことがありました。3回目にですね、もう赤マーク <laughs>、赤く塗られてますけども、やばいことがあったぞーっていうのでですね、赤く塗られてますけども、まあ、強要されたと証言で、まあ、細かい、まあ、2回目とは違うんですよ。 というでですすねね説明をきちんとしてるわけですよ、ね、まあワイドナショーよりかは全然マシなわけですよ。まあ、ワイドナショーの話ですともう3回目がいかにもないような話っぷりですからね。 もう本当ですね、こういう他のメディア、他のテレビ番組と比較するとですね、いかにワイドナショーがこの松本の話を取り上げたくないかっていうのがですね、よーくわかる、あとは擁護したいなっていう気持ちがあるっていうのがですね、よーくわかるなーっていうふうに思うわけですよね。まあ、同じ日にちにあるですねサンデージャポンと比べてもですね、内容が薄すぎますし、もう重要なところを省きすぎなわけですよね。しかもですね、吉本がこれ否定してないことも紹介してないですからね。 1> 第1弾の時には否定してたのに第5弾では否定していないんですよ吉本ってもちろんですね事実無根だって言い切ってしまうのは、まあ、結果問題になってしまったわけですけどもこの部分は本人は否定してるとか詳細確認中とかでもいいじゃないですかこれ何も答えないんですよこの反応がかなりどういう状況なのか物語ってるような気がするんですけどねこれが嘘だったらですよまた文春が訴えられるレベルの話じゃないですか 訴えるぞーっていう話はですね、なんか全然出なくなりましたけども <laughs>。うーん、それで何も言えないってですね、ちょっとおかしいんじゃないかなーっていうふうに思ってしまいますけどね。はーい。いやー、うちのタレントの命を傷つけんなーとかってですね、なんで言えないんでしょうかね。松本とどういう話をしてるんでしょうかね。 でそれからですねサンジャポサンジャポではですねこんな紹介がされていましたこちら、ですね大阪府警のホームページでして性犯罪の被害に遭われた方へというので QA というのがですねちょっと紹介されているんですけどもここの部分をですね紹介されていました、えー、特にですね今回の文春などについてですね当てはまる部分ですけども被害に遭ってからかなりの時間が経ちました証拠もないですし警察に届け出ても意味がないですかというですねこういう質問に対して 証拠がないと捜査を進めることや裁判にかけることが難しいことがあります。ですが、届け出る意味がないということは決してありません。性犯罪は同じ犯人が繰り返し事件を起こすことが多い犯罪です。あなたが被害を届け出ることで、新しい情報や証拠が発見され、犯人の捕まる可能性が高まるかもしれません。つまり、あなたの届け出があなたが再び被害に遭うことや、 他の人が同じ犯人から被害を受けることなどを防ぐことにつながるのですっていうですね、こういう QA をですね、サンジャポでは紹介していました。まあ、文春としてはですね、これをある意味狙ってるのではないかっていうですね、そういう解説にこれを使ってたんですけども、まあ、ある意味ですね、これテレビとしてもこのような被害に遭ったら、時間が経っても警察に行きなさいっていうですね、注意喚起でもありますよね。これテレビって何のためにあるんでしたっけ 有名人を守るためにあるわけじゃないですよね。有名人を守るためにニュース紹介してるわけじゃないですよね。特にこのニュースっていうのは、ただただこのニュースが起きていますっていうことを紹介してるわけではなくって、二次災害なども防ぐために報道してるわけじゃないですか。そのために公共の電波をテレビ局は使ってるわけじゃないですか。 なぜ、ワイドナショーは有名人を守るだけなのかっていうですね、偏りすぎていると言われるのはですね、まあこういうところじゃないかなというふうに思いますけどね。サンジャポはですね、きちんと事件について詳細な紹介もしてますし、まあこういう被害者のためになるような情報も紹介しているわけなので、うんちょっとですね、やっぱりワイドナショーを偏りすぎてんじゃないかな、ちょっと公共の電波を使ってですね、放送するような番組じゃないんじゃないかなというふうに思いますけどね。はーい。 それからですね、文春法の第5弾についてもですね、もうこれは時効だからっていうです、ね、話で簡単に終わらせてしまったワイドナショーなんですけども、まあ、それからですね、松本洋護派もですね、えー、時効だろ、時効だろこんな話してくんなよみたいなですね、そういうあの話をしてですね、叩きに来るわけなんですけども。 実はですね、とある方法であれば、時効の範囲内として、告発した女性がですね、松本人志を刑事告訴できるんじゃないかーっていうですね、えそんなお話があります、えー。こちらの弁護士の方が紹介されていたんですけども、ちょっと別の動画で紹介したいと思いますので、ぜひですね、ご覧いただければと思います。えー、今回はですね、一旦ちょっとワイドナショーのお話で止めておきたいと思いますけども、皆さんですね、このような、えー、松本人志を一方的に擁護するですね、ワイドナショーについて、えー、公共の電波でこんなことし いいいいのかっていう,ふうに思いますけどもこのようなワイドナショーについてですね、どのようなご意見をお待ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると。 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。えー、それからですね、こちら X もやっています。動画にできないようなちょっとした小ネタなんかをこちらの X の方でつぶやいておりますので、動画をご覧になった後ですね、X のフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。